夜まで眠いのに。できてしてるでしょ、もうお湯100度。どこでも売ってるのかな。ありがたくいただくぜ。え、すごっ。こんなデコレーションどこのショップで頼んだの。普段の僕はセクシーではない。景色見なくていいの。3人でいろんなことが話せて楽しかったな。そろそろ入学式が始まる時間。あ、あそこに誰かいる。はあ、ちょっと待って、新キャラや。新入生なのかな。それにしても誰かに雰囲気が似てるような。何か名前きれい。え、何か気になるなら遠慮なくどうぞ。それとも先に教えましょうか。幅学生が僕に聞きたいことなんて分かりきってるんで。どうした僕は氷室祈り、これから入学式を迎える1年です。祈りくん。そしてお察しの通り、レイチさん氷室教頭の親族です。おお、そうか。え、そうか。ええよ。分かってなかったんですか。言わなきゃよかった。で、あなたは。え、アザヒナとも2年です、よろしくね。1年先輩か。失礼な態度をとってすみませんでした。いやいやいや、全然。でもあまり氷室については触れないでください。腹が立つので。大丈夫、吹奏楽部やめたから。以上です。以上。はい、はい。おお、みんな来た来た来た。花屋アンネリー。マジかマジかマジか。お、なんかいっぱい。うわ、本屋さん水金やって。いや、ここ一個曇り。いやー、これは究極の選択。いや、でもな、僕。はい、スタリオン石油です。うわー、白羽根くん出るんや。朝日奈です。もしかして白羽根くん。あれ、君か。ここに電話なんてどないしたん。あの、私アルバイト辞めようと思って。えし、ほんまに辞めるん。やめる。ごめんね。わかった。店長には俺が言うとく。もう会えへんのやな。ほんなら。知らねえか。はい、花屋アンネリーでございます。うん、いいお天気。せっかくだから浜辺は歩いて帰ろうかな。おう。今日はいい波来てんな。だな。絶好のサーフィン日和だ。へえ、サーファーの人たちが結構いるな。あれ、あそこのカフェにいるの。お、氷室くん。はあ、あれ気づいてない。はあ、気づいてる。あ、気づいてる。こっち見てる。こっち見てる。そのサーフボードもしかして氷室くんの。だったら何。氷室くんサーファーやるんだ。サーフィンやるんだ。何その意外って顔。へえ、うん、すごいなと思って。やってるとこ見てみたい。他にやってる人いくらでもいるでしょ。いや氷室くんのが見たいって言ってんだが。あ、行っちゃった。ひどい言い方だな。君気にすることないよ。あいつサーフィン上手くて有名だけど、いつもあんな感じ。付き合い悪いんだよ。そうなんですね。氷室くん孤立してるのかな。お、花屋アンネリーちゃん。アンネリー、ご協力から新しくありました。よろしくお願いします。あなたのシフトは毎週水曜日と金曜日だったわよね。頑張ってね。はい、わかりました。誰かおるんかな。よし、頑張ろっと。マジか。やっ。なんか関わったらさ、好きになりそうやからさ、関わらんとこうと思ってて、逆に。
やっちゃったな。あれミオロ君どうしてここに。どうしてって、見たらわかるだろ。ミオロ君もここで働いてたんだ、知らなかったな。あっそう、じゃあ、どこに行くの。自分の仕事するだけ、君も君の仕事やりなよ。知り合いがいるからって頼ろうとか甘えた考えしないで。いや悪いけど、もともとここで働いてたのは僕や。伊藤さん、あ、あなたって、あ、覚えが早いわね。ありがとうございます。ひむろくんの言うことも一理あるよね。よし、頑張るぞ。待って、三原式典やって。どうも。どうも、どうも、どうも。あれ、ひむろくん、どうしたの。たまたま見かけたから、ついでだし一緒に帰る。ええ、急に距離詰めてくるやん。好きになるからやめて、マジでやめてやめよう。じゃあ一緒に帰ろう。それじゃあ行こう。幅学の大先輩の偉業しっかり見ておこう。お、合ってたね。三原四季、誰もが知る偉大な芸術家だよね。幅学生の頃はどんな生徒だったのかな。三原式の胸像みたいなのね、あそこに。変わった人だったんじゃない。昔から綺麗な人だったって、話し方が独特だったらしい。全部合ってると思うけど、綺麗な人だったと思うよ。うんうん、さっき近影を見たけどバラに囲まれてた。うん、いい感じだよね。誘ってくれてありがとう。あ、いや、こんでもない、来てくれてありがとうやで。送ってく。え、マジ でしょ。なんかちょっと変わってない。当然だよ、なんてことない。ん、ちょ、目元タッチってしたことないからしてみていい。わかった、お腹すいたんだ。これまた外れなこと言ってくれるのも好き。ありがとう、送ってくれて。俺もありがとう、ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。またね。いや、好き。ありがとうございました。え、どこやろう。うん、いい買い物できたかも。こっちこっち。え、この声は、あ、リク君、偶然お買い物。うんうん、ここにはさ、俺の原点があるから時々来んの。ん、リク君の原点。そうそう、見たい。うんうん、いいよ、こっち。あ、ほら、ここ初スチルだ。大理石の柱、綺麗な渦巻き模様だね。おうんうん、昔の俺と同じ反応。でもね、これは模様じゃなくて化石なんだ。え、化石って恐竜とかの。そうそう、1億5000万年前のアンモナイト君、すっごいよね。本当にすごい。このドイツ産の大理石にはさ、他にもウミウリやベレムナイトがたくさん隠れてんだ。でもね、このアンモナイト君は特別。中学生の頃に母さんに教えてもらったんだ。お母様に。そうそう、俺がずっと本ばっかり読んでたら、外の世界は図鑑よりも面白いのって。それに博物館と違って化石も触り放題ってね。素敵なお母様。うんうん、それから俺は自分の目で見て触って知識を再確認することにしたってわけ。はあ、今のイク君のスタイルはお母さんのアドバイスから生まれたんだね。うんうん、人に教える時もさ、本で学んだだけの知識よりずっと説得力あるでしょ。だから今でもさ、時々アンモナイト君に会いに来てるってわけ。そうか、ここはイク君にとって大事な場所なんだね。教えてくれてありがとう。俺、なんだって教えるよ。本当に僕の方が詳しいジャンルもあるよ。あれ、でもここ教えたの妹以外に君が初めてかも。おお、イク君の大切な思い出教えてくれてありがとう。はあ、いいお天気、気持ちいいな。やった、おめでとう。あ、イク君どうした。え、あーちゃん見て見て、
この子たち今初めて飛んだんだよ。あ、蝶だ。うんうん、綺麗でしょ、キアゲハ。目をつぶると喜んでる声が聞こえてきそう。同じタイミングで羽化して飛び立つなんて超仲良し。俺と君みたいだね、本田くん。まずいですよ。うん、また卵を産みに帰っておいでよ。ちょちょ、それは赤やな。卵を産み行っちゃったね。またここに戻ってくるの？うん、この時期だから2ヶ月後くらいにはまた会えるよ。へえ、イク君はずっと見守ってたんだね。そうそう、俺の大事な観察対象。園芸部の山椒の木で越冬してたんだ。これからはもっと忙しくなるよ。昆虫の季節だからたくさんの虫に会える。結構虫 NG なんよな。うん、そうだね。たくさんの虫か。イク君の観察対象はきっと学校中にたくさんいるんだろうな。いやでも虫平気な人と一緒におったら、あのね、ポイってしてくれるからさ、あの外に。おはよう。あ、おはよう。なんかイク君ボーナスタイムみたいな始まってない？元気だね。あ、近い。ふんふん。あれ、消えちゃった。どうした？え、なになに？今一瞬バラの香りしなかった？ん？バラ？勘違いかな。あ、お花屋さんでバイト始めたからかな。今日匂いのある夢を見たんだ。バラの香り。広い庭みたいなところで君も出てきたよ。おう。さっき君を見つけた時同じ香りがしたと思ったんだけどね。バラ園か、素敵な夢だね。だよね。また夢でも会おうよ。あ、マーリー、心のお庭に一輪咲いたね。なんか裏でやったな。言いふらしたんちゃうやろな。ヒカルさん、ミジルさん、心の庭。そう、マリーの乙女心に新しい気持ち。気づかない？お姉ちゃん、マリーはウブだから無理無理だから。舐めやがって。何で乙女芸やってると思ってんねや。ヒカルがマリーの心のお庭。マリーガーデンの様子を教えてあげる。マリーガーデン、今はちょっと寂しいお庭だけど、いつか華やかになるかもね。マリーガーデン、私の乙女心。ヒカルさんに聞けばどんな状況か教えてもらえるみたい。あ、ヒカルさんね。マリー、ちょっといい？ん？ミチルさん、どうしたの？今度の日曜日遊園地に行かない？マジか、これチケットをもらったんだけど。これもしかして僕のトラウマイベントじゃん。遊園地の招待券があるんだけど、あなたも来ない？アリサさんと遊園地？遊園地か。他に誰か誘うの？ねえ、まあ、ねえ、あなたはどうするの？なんなん、誰誘う？なんか変なおじさんとか誘ってないやろな。行くー。よかった。じゃあ日曜日にね。うん、なんか怪しいな。大丈夫？人殺した？いや、これミチルさんと私の二人で。うんうん、他にもお誘いするけれど、メンバーはまだ秘密。どうかな。行きたくねー。行くけどさ、行きたくないな。よかった。それじゃあ今度の日曜日はよろしくね。このイベントほど僕嫌いなイベントない。いや、誰来るんやろう。ミチルさんはいた。ミチルさん、おはよう。おはよう、マリー。今日は思いっきり楽しみましょう。で、誰誘ったんですか？あーちゃん、君も一緒だったんだね。お、似合うね。あ、イク君、こういう組み合わせで出かけるの新鮮じゃない？俺、結構楽しみにしてたんだ。ほんま？お前かよ。ちょ、待って、気まずい、なんか。花輪くんだったんだね。だったんです。ま、楽しめそうだな。こういうのマジで苦手なよな。揃った。それじゃ入りましょう。いや、僕今でも思う、もうみちるさんと一緒に全部回りたいって。今日男の子もいるし、まずは
定番のジェットコースターにしてみましょう。いや、ジェットコースターに男も女もないやろ。なんやろこいつ。ミチェル、マリーは誰と乗りたい？これほんまに嫌い、涙出てきた。まあ森村くん取るのは嫌よ。あれサチと一緒に乗るっていうの、ここはちょっと最後はね、あの一緒に乗らないか。私と？バリ嫌そうな顔するやん。バリ嫌そうな顔するやんな。あんたさっきまでさ、森村くんが乗られた時の嬉しそうな顔に比べてさ、バリ嫌そうな顔するやん。さ、早く。いや、せっかすやん。じゃあミチルさんと乗りたいよ、僕、ショービー。ショービー、絶対ミチルさんと乗りたい。とりあえずさ、一応初めはミチルさんと行かせてもらって、僕、ほんまにミチルさんと来ても、こういうの嫌やねん。ほんまにこういうの嫌やねん。こういうの嫌やねん、僕。ミチルさん。私でいいの？いや、じゃあ、よかった。楽しみましょう。よかった、ミチルさん。嫌な顔せんかった。やっぱミチルさん大好き。いろいろ思い出して。そう来るんだ。これは想定外。いや、そう来るやろ。お前ただ乗っとけ。あ、ミチルさん。いやだってさ、男の。次はコーヒーカップにしましょう。コーヒーカップか。コーヒーカップが。カラフルで可愛い。マリー、誰と乗る？じゃあ平等に行こう。じゃあコーヒーカップは重なってると。わかった。うん、俺はチルちゃんと。うん、オッケー。そこ仲いいやんな。よかった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 。お前とな。なんなん。やめてよ、そういう特別な感じの。あ、でも楽しそう。もうストレスすごい。あ、かわいいな。楽しい。これで最後かな。最後。観覧車でゆっくりと過ごしましょう。観覧車、うん、どうペアを組みましょうか。観覧車はじゃあ、すいません、イグ君とお願いします。わかった、そうしましょう。ね、全部一個ずつ回ったらみんな全部の組み合わせ。何話せばいいんだよ。あ、そっか、ごめん、こっちのこと考えてなかった。いや、まあ、そうやな、観覧車ってね、2人、あ、4人で乗ろうよ。じゃあさ、2人で乗ることなんかないさ。大きいやろこの観覧車。ゆったりした乗り物だけど、間近で見ると迫力あるよね。ねえ、結構乗るとき怖かったりするよね。早かったらさ、あのエスカレーターのさに乗るときの出始めのな、早いやつとかだったら喋るでもよ。もうこんな時間、楽しくてあっという間。そろそろ帰りましょう。よかった、もう終わった一日が。あ、帰ろう帰ろう。はあ、満足。また会ったら誘ってよ。うん、まあこんなのもたまにはありかな。いや、楽しかったね。どう？よかった。なんかマリーは今日、うん、楽しめた？ありがとう、ミチルさんのおかげでトラウマ克服できた。ほんまにありがとう。それならよかった。また機会があればこうして遊びましょう。うん、また誘って。いや、よかった、楽しかった、ありがとう。この授業が終わったらお昼だ。もうお腹空いちゃったな。あ、お腹鳴っちゃったけど誰にも聞こえてなさそう。いや、絶対聞いてるやつおるって。ほら。あ、どうした、具合悪いのか。お、風間くん、どうして。授業中顔赤くして下向いてたから。クソ、来るか。ごめんごめん、そっちか。え、見てたの？そりゃ具合悪そうだったら気になるだろう。ありがとう。平気なんだけど、ちょっと。ちょっと。お腹が。痛いのか？うん、うん。あ、そっか。じゃあ、急いで学食行くぞ。やめて。ちょっとここに来て風間くんのことも好きになるかもしれんからやめて。やばいな、このゲーム。来いよ。風間くん、察してくれた。お腹鳴っちゃったことは黙ってよ、と。お、体育祭か。僕ね、こっそり玉入れの練習してきたからね、みんな見てほしい。あ、やった、リカくんと一緒やって。あ、君もこっちなんだ。よろしくね。よろしくね。こちらこそ。まずはどう攻めるか、戦術を練らないと。わあ、この顔初めて。今から？お、マリーが空いてた。
光る光る、本気出しちゃおっかな。うっす、いやこれね、ほんまに練習してきた、見ててほしい。よーい、あ、先生か、相手なんか白いのめっちゃ飛んできた、あいつに。そこだ。いやいやいや、どうして当たっちゃうんだ。させるか。させないもん。そこだ。させるか。させないもん。痛いな。させないもん。させないもん。させないもん。させるか。させないもん。よっ。させないもん。させないもん。ここだね。ここがね。いいね。ここの位置。させないもん。させないもん。よっ。粉砕ウルで玉入れの。おい、まれ。させるか。させないもん。させないもん。せーの。じゃあここかね、ここでね、スティックを、Lスティックを上にして A を押すとね、うまくいくことに気づいたね。よっしゃー、だー、勝った、やりきった、やりきったね、やったね、みんなで頑張った甲斐があったな。いや2年目はで楽しいね、これ。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。去年は誰とも踊れんかったからね、どうなるんでしょう。次は？あ、イカくんだ。もし足踏んだりしたらごめんね。俺のことはいくらでも組んでくれていいから。ごめん、なんか変な感じに聞こえるからそれやめてくれ。俺のことはいくらでも組んでいいからって やめてくれそれ。不満よ。もう。次は？あ、見かけ先生？逃げた男子の代わり。ほんと。もったいないことするよな。え、僕に逃げる男子がおるの？よろしくお願いします。まあそりゃおるか。次は、あ、小園くんも？もうちょっと別の音楽ないのかよ。あー、さすが帰国子女は言うことが違うね。よろしくね。これで終わりかな？うん、いいね、もうなんかいいね。今年の体育祭はこれで終了。さてお家に帰ろう。わあ、わ、風間くんはキュートが好きなんや。あ、アクティブまだ出たことないな。あ、セクシー苦手なんや。ヒムロくんビビット好きなんや。どう、グリーンを取り入れたアクティブコーデ、ちょっと寒いかな。あ、でもセミ鳴いてるね。イクくんまだ来てないな。来る途中におばあさんを助けてたら遅れたって言い訳よくあるよね。うん、おばあさんを助けてたの。うん、おばあさんと昔の羽ばたき師について話し込んじゃっただけ。どんな、しょうがない、ごめんね、ありがとう。あ、今日の服、え、おかしいかな。その逆、すっごく似合ってる。俺それ着てる君好きだな。よかった、なるほどね、初めから見ればよかったよあれ。あ、新機種あるみたいだよ。君はどれで遊びたい？プリクラやろ。メダルゲームに挑戦したい。クイズゲームで対戦しよう。相性占いやってみる？うわー、これしたら気になるな。いやでも対戦しても勝ち目ないからな。相性占いやろうよ。1リッチで俺と君の、行きたかったんでしょ？ならよかったね。なんかうまくいかんかったよ。送ってく、当然でしょ。なんかうまくいかんくても送ってくれるんや、ありがとう。俺もありがとう。どうしたの？全然時間足りないね。イク君に送ってもらっちゃった。あ、これはどうなん？あ、でも普通か。はあ、ほうほう、あ、ほう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 、あ、結構、あの、まあここ仲良しやからね。あ、でもそんな好きじゃないな、僕のこと。そっかそっか、やっぱ本屋で働いてるんや。マリーの心のお庭だね。お花はどうなったかな。なんか一人おるで。あんたに近いほど好感度が高い状態。へー。
どうも。あ、どうも。氷室くん、どうしたの？たまたま見かけたから。ついでだし、一緒に帰る。じゃあお茶しいへん？いいよ。お、喉、乾いてたし。マジか。初お茶が、まさかの。氷室くん。ところで氷室くん。何？なんか食い気味やな。じゃあ好きな食べ物。何？聞いてどうするわけ？いやんかよ、聞いても。挨拶みたいなもんや。ユーロクのこと知りたいなって思っただけだよ。別に何が好きでもよくない？作ってくれるわけでもないんだし。何作ろうか？頑張れば作れるかもよ。そう。なら、サーターアンダーギー作れる？実は私、沖縄行ったことがあるので、作れます。なんなら沖縄で手作り体験教室行きましたので、全然作れます。いや、余裕。ま期待してないから、 いいよ。サーターアンダギーだけは任せろ。好きな食べ物は教えてくれないの？もう言ったけど。サーターアンダギー好きな。だいぶ変わってるね。ごめん。ドーナツってごめん。やべえ、今戦争起こしかけた。悪い。悪くないよ。素敵やと思う。意外かも。甘いもの好きか。好みの問題。意外とか言われる筋合いない。やばい、かわいい。そこ覚えておくね。好きにしたら。サーターアンダギー作れるように練習してみようかな。7月24日に海へ泳ぎに行かない？あ、その日は確か都合悪そう？そうだね、せっかく誘ってくれたのにごめんね。また誘って。うん、分かった。8月7日の花火大会に行かない？うんうん、よかった。7月31日に海へ泳ぎに行かない？いいけど。お、やった。わかった。じゃあ。遅くなっちゃった。氷室くんはもう来てる。待たせてごめんね。人の時間を無駄にするなんて、すごいね。次はないから。返事ははいで。はい。それじゃ着替えようか。じゃあ。10分後、集合もここで。あ、うん、また後で。あ、着替えるってこと？さて、どうする？あー、洞窟行ってみる？あそこは本当に綺麗。行こう。神秘的。あー、空気がひんやりしてて気持ちいいね。ここの水深は深いのかな？水面が青く光って宝石みたい。詩人だね。でも、そう表現したくなる気持ち、わかる。ただ美しいっていうだけじゃ足りない。なんかいい感じになってる。何？焼けてる？そう。あ、氷室くんお疲れ様。もう上がり？うん。今日は海寄って帰る。いい波来てそうだし。いい波来てるかい？わあ、いいね。君ももう上がりだろ。来たきゃ来れば。別に行きたいとか言ってないけど行きたいよ、そりゃ。やった。結構頑張ってるじゃん。何頑張ってる？人生みたいな感じ？え、バイト。正直すぐに辞めると思ってた。やめへんよ。やめないよ。だって楽しいし。あ、そう。もっといろんなことできるようになりたいな。君の努力次第でしょ。まあ今の調子なら心配ないと思うけど、やれることが増えればやりがいも出るし、もっと面白くなると思う。うん、そうだね。ま、どこまで頑張れるのか見せてもらうとするよ。よし、頑張るぞ。あの日君のことを知ってから。お、見て見て、かわいい。ちょ待って、そんな無防備な姿をするんじゃない。バカ、何やってんだお前。